どうも皆さん、おはこんにちは。魔法陣ぐるぐる YouTube です。ルームブレイカーガチャとかいうか、ルームブレイカーよくわかんないけど来てて、1000円かける10があるらしいんで1万円引いてきますね。1万円、まあいけるでしょ。ジノナみたいなさ、やばいやついけるでしょ。今日こそね、今日こそやっちゃいます。これで1000円だよ。ぼったくりだね、 e スポーツ。何これ、ゴミじゃん。うわやば、誰これ。コナミの方が全然いいわマジで。ほんとコナミの方がいい。何これ、やばくねマジで。なんで1000円でこんなさ、わけわかんない選手ばっか来んの。e スポーツやってんなマジで。2回目。いや出ろよマジで。いいから、いいから出てください。てかマジで欲しいな。マグワイヤ、誰この足お掃除さん。死ねよ早く。何このクソジェ。やっぱ FIFA ってゴミだなマジで。はあ、しかもビニシウス・ジュニアノーマルって、なんなんこれ。ゴミじゃんこいつ。死ねえよ。なんてこんなゴミ引きなの俺。やばくねえほんと。いや、やばい、やばいでしょちょっと、さすがに。やばいよ、やってるよマジで。クルセフスキー、何これ。ごめん、いやーマジで死んでくれよ頼むから。このクソガチャ、これ騙されちゃダメなのマジ。クソガチャじゃんマジで。てか e スポーツって何なんこのクソゲー。なんでこんな金かかんのこのゲームって。やってるよね本当。また何も出ねえじゃんこれ。1000円だぜこれ。頭おかしいんじゃねえの e スポーツやってんなマジで。これ1000円だよ飯。何ステーキ食えんじゃんこれ。はあ、頭おかしいんじゃねえのマジで e スポーツ。何が楽しくてこんなクソゲー作ってんの。バカじゃねえのマジで。なんでこんなゲーム買うの。データ中そうかなマジで。ゴミ引きばっかしやがってよ。死ねよ早くクソが本当によ。だよこのクソゲー、早く死ねよマジで。なんでこのクソゲー作ってんのマジで。金返せよクソ e スポーツのバカ。死ねよ早く。何このクソゲー、金返せよ。お、来ましたね、ルームブレイカー来た。誰だよてめえ、コテスって。コテツって誰だよてめえ。1回に踊ってるじゃん、誰だよてめえマジで。殺すぞ本当に。なんだよこてつって。クソが本当に。こいつ安いんでしょどうせ。なんでさ、ホーランドとかさ、でベレとか出ねえの。なんだよこてつって。一番外れのやつだよ。間違えてクイック売却しようとしちゃったよこのゴミ。ゴミすぎてクソが本当によ。マジでやんねえよ、このクソゲー、本当に。なんなん、こてつって。こてつさんってどうなってんの、これ、マジで。超イライラすんだけど、このクソゲー。うわ、1万4000円ぐらいか、売れるとして。1万4000円から5000円。いや、安すぎるだろ、ルームブレーカーなのに。なんでこんなお前安いの。もっと頑張れよ、スコットランド。イライラすんな、スポルティング。いや、出たからいいけどさ、最悪。いや、マジで、なんも、
まあでもユニークはでも外れのルームブレイカーじゃもうほんと出ないじゃん。っていうか1000円だったらさ、もう毎回ウォークアウトしろよって話だよ普通。1000円だったら最低1000円で1回だったら最低ウォークアウトしなかったら話になんなくね、マジで。やばいでしょこのさ確率。やっぱすごいな世界は。コナミじゃなくて e スポーツは世界で人気だから、世界はさ、ぼったくるためにできてるから、世界はね、お金を搾取されるためにできてんだよ、このクソ。なんなんこれ、マジで。超イライラするんだけど、これでさ、5000円だよ。まあ、ルームブレイカー出たけど、一回。コテツとかいうわけわかんねえの。だよ、聞いたこともねえよ、コテツとか、マジで。誰だよ、マジで。スポルティングとかマジ興味ねえんだけど、しかもしねえ、なんなんこのクソでつまんねえな。またなんなんこれ。ああ、チアゴシウバ。はあ、なんかすっげえストレスたまるマジ。なんでこんなクソで買ったんだろう。誰かいる、あ、エルナンデスって、安い方のエルナンデスじゃないのこれ。バイエルンの。いやー死にてー、何このクソゲー、どうすんのってか、俺しかも無知だしさ、もう、てかマジでもう FIFA そろそろやめようかなと思ってんだけど、こんなにゴミ道して、しかもなんかめんどくせえし、いやーでも金課金しちゃったからやるしかねえじゃん、こんなに課金したから仕方なく。なんでお前最初から出てくるの、頭からアクーニャとかいうの2100円ぐらいでしょ。もう死んでほしいマジで、このゲーム。もうゲームじゃねえよこれ、完全に。これ完全に詐欺師だよ、詐欺師ゲーム、詐欺だなこれ。てか収束してる完全に、最初にジノナ引いたから。もう収束してる完全に、このクソゲー。金返せよ EA スポーツマジで。何のために生きてんのこいつら EA スポーツ。何なんこれ、誰だよてめえサビッチって。死ね、それやマジで死ねばいいのに早く、このクソゲー。なんでこのクソゲー作ったのマジで、 FIFA のバカ。誰こいつお前。まあでも、絶対安いじゃん、なんかわけわかんねえ、うんこ。うんこしかいねえじゃん、こいつの。うんこより価値ねえじゃん、このホハーナとか、うんこ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 とか、ジェリとか、ピーとか、なんなんこれ。ロドリゴ。うんこじゃん、こいつ、マジで知らねえけど。なんや、このクソうんこで。もううんこ、うんこ。もう全員うんこ。なんでうんこしかいねえの、この。ストレスたまんな、うんこじえ。もうダメだ、もうマジで1万円、マジでもったいねえ、このうんこじえのために。うんこより価値ね、これどうなんだろう。いや、絶対うんこでしょ。いや、マジでゴミだよ、マジ死ねばいいのに早く。じゃ、マジで1万円もったいねえ、こんなクソじえに1万円払って。なんで俺こんなクソじえやってんだろう、マジで。死ねばいいのに早く、クソが本当によ。死ねよ、早く。マジで金返してほしい、このクソ、コナミじゃなくて EA スポーツ。マジでもったいなくねえこれ。もう350円の方引いて、いや、なんで350円の方引いてんだよお前。1万円1000円の方引けよ、間違えてこっちも引いちゃったじゃん。しかもね、ちゃんとね、普通に演出なしで、またサビッチ出てんじゃん、このなんとかちゃん。でも、アイテムたまりすぎてうんこになってんじゃん。てか、また出てきて、この辺気持ち悪いひげ親父。お前死ねばいいのに早く。なんでこんなに勝てねえの？勝てねえじゃなくて当たんねえの？なんなんだよ、マジでよ。金返せよ、本当に貧乏なのに。死ねよ、早く。この野郎、マジ殺してんだけど、本当に。乗り込もうかな、e スポーツに、マジで。
なんなんこんなに当たんねえの、クソが。本当に金返せよ、マジで。はあ、初心者狩りかよ。おい、e スポーツ初心者狩りか、これ。おい、課金の初心者狩りか、まさか。金を搾取するために生きてんのか、お前。って何なんだよ、早く生きよ、てめえ、この野郎は。金かけてんだからよ。はあ？何こいつ、マジで。誰だよ、てめえ、マジで。聞いたこともねえよ、こんなうんこ。ああ、死ねえよ、マジで、このクソジェ。誰だよ、ヌディって。ピケ。もうほんとピケピケピケ、ゲリじゃん。マジクソじゃん、このクソ。なんなんだ、イライラすんな。なんで上行かねえのって、もう100が溜まってんじゃん。死ねえよ、早く。もうこれ全部引いたって10万人もなんねえじゃん、コイン。マジで死ねえよ、早く。ねえ、これ全部引いてさ、トレードで買えても10万コインにしらなんねえよ、1万円が。このスーパーゴミ引き。多分8万コインぐらいしかなんないんじゃない、知らないけど。てかやばくね、マジ。いや、5万コインぐらいしかなんねえんじゃない、このクソゴミ引き、知らないけど。どうなんだろう、よくわかんない。なんかもう、もしかして強い選手も高い選手もいたりして、ノーマルでも。そんなん知らねえよ、マジで。どうでもいいよ、マジで。まあ、最後に引くんですよ、最後に見せます。最後に超神引きするんで。神様がついてますんで、僕には。てか、なんでこんなにさ、ゴミなの、このクソゲー。なんなんだよ、てめえ、早く消えろよ、本当によ、俺の前から。しばくぞ、マジで。なんでお前生きてんの、このクソが、本当によ。ああ、ストレスたまんな、このクソゲー。なんで1万円も引いたんだな、このゴミガチャに。っていうかもうほんと収束入ってるわ。一回さ、めっちゃ高い選手引いたらもう二度と出ないんだね、このガチャ。もう痛いほど分かりました。だんだん課金額も上がってくるし、土曜日の課金額が毎回上がってくるし、土曜日のガチャの課金額が。もうね、そのために全然当たんない。これは完全に操作されて無表情にはなれません。操作されて無表情にはなりません。 e スポーツに遠隔されてます、私。魔法陣ぐるぐる YouTube e スポーツやってますね。まあいいや、ありがとうございました。失礼します。死にてます。さよなら。